この破綻調の平均律プレリューダーのフーガっていうのは、まあ、とてもあのドラマティックで私の大好きな作品です。で、あの、まあ、破綻調 のプレリュードの方は、たくさんのこう場面が出てくる。でフーガの方はですね、非常に悲しい、ちょっと寂しいようなそのメランコリーがあって、それがあの私の好きなところです。もう小さい頃からずっといろいろ弾いてきた曲なんです。で、まあ、私はあの父もチェンバリストなので、その小さい頃からチェンバロでも家で弾いてきた作品で、で、まあ、この破綻調の作品は特にあの私の中ではあの小さい頃の1曲目をまず弾いてみるんですね。もう5歳とか4歳だったかもしれないんですけど、1曲目ができたって、じゃあ2曲目弾いてみようと思ったらすごく難しい曲なので、わあどうしようと思った記憶がありますね、はい、オランダで例えばレッスンを受けて、その時にまたチェンバロで新しい発見をしたりとか、それからまあ逆にこれをピアノで弾いてみることもすごく好きなんですけども、ピアノで弾いてみるとまたあのチェンバロでは見えてなかったところが見えたりとか、まあ、ずっとこう一生付き合っていく作品だと思っています。このプレリュードの方はあのたくさんのキャラクターがありまして、まず最初の部分はですね、まあ、ホモフォニックというか、右手と左手が同時に動く、まあ、日本語で言うと情動曲っていうんですね、まあ、ペルペトゥンモビレというか、ずっとこう同じリズムで音が動いていく、しかも右手と左手が同時に動くという、まあ、そういう構成になってるんですけれども、1曲目のプレリュードと同じで、基本的には1小節に1つのハーモニー、1曲目のプレリュードこれと似たような形になっています。しかし1曲目と違うのはですね、これが突然止まりまして、左手からこういうふうに、とても即興的なフレーズが奏で始められると。で、これが3小節ありまして、3つのハーモニーでありまして、突然プレストというセクションになります。でここは非常に速くてですね、こういうふうに同じように右手と左手が同時に動くんですが、違うテンポで動き出しまして、ハーモニーも一拍ずつ変わるようになります。そしてアダージョのセクション、アダージョと書かれているんですけども、これはあの非常に自由な、少しレシタティーボのような場面で、ですからここはもう本当に演奏者の自由に任されている部分だと思います。このフーガのテーマは、一つのモチーフを3回繰り返すことでできていまして、でこの破綻調という、まあ、調整はフラットが3つありまして、まあ、3つの音がフラットなんですけれども、この3つの調合っていうのはしばしばこう三位一体ですとか、その神を示すのに使われました。ですからエスドゥアですね、あの変補調調、これはあのしばしばあのそういう、曲に多く用いられてまして、例えばオルガンミサの中では、あのこの作品では、これはフラット3つなんですけれども、フーガの方でこれも三重フーガになっていまして、とにかくこの3というのが、強調されているんですね。この辺の部分はですね、こういった形で左手がほとんど伴奏セーブのように動く、まあ、これもあのこのフーガにおける特徴だと思います。そして、この最後はですね、
まず左手に最初のテーマが出てきました。そして、突如止まる、これアブルプツィオという、休符が突然挟み込まれまして、でこれによって、もう一気に高台へ向かっていく。で最後は、ドのオクターブによるペダル補足音ですね。でこれが、曲を最後まで一気に持っていくという、まあ、そういう構成になります。リサイタルでもし全部を通して弾く場合は、これはもう本当に始まって最初のこう旅に出る第一歩という感じがするんですね。